ジャン・シャルダン、君ャクシャルダン殿のペルシアと東方諸地域への旅の教師ジャン・シャルダンはフランスに生まれ、後にイギリスへ亡命した商人。フランスのパリに浮遊な宝石商の息子として1643年生まれた。二度ペルシアへ旅行した。一度目は1664年、リオンの商人と共にインドとペルシアへ向かい、滞在中に、 サファビー朝王アッパース2世紀の死去とスレイマーン1世の即位に遭遇した。1670年フランスに帰国し、ペルシア王、スレイマーンの大冠を出版した。フランスにおいてはプロテスタントでは出世が望めず、1671年再度ペルシアに向けて出発し、イスタンブールやグルジアを経由して1673年、ペルシアに到着し、 その後も、商売のため、インドとペルシアを行き来し、最終的に1680年を経ち、希望本経由で、フランスに帰国した。14年余りの間、東方で過ごした商人で、ダイヤモンドなどにより大量の利益を上げた。ペルシア語などを習得していて、現地人との交流も深かった。二度目の旅行の帰国後、フランスでは少数派だったキリスト教プロテスタントの、 カルバン派に所属していたため、身の危険を感じて、イギリスに移住し、応急付き宝石賞となり、チャールズ2世によりナイトの爵位を得た。イギリスの東インド会社に多額の出資を行ったが、役員選挙で落選している。そのためか、弟と新会社を設立している。一方で、東インド会社の代表者として、オランダに赴任した。1682年に、 王立協会フェローに選出。1686年2度目のペルシア旅行に関する旅行記を出版した。1711年までに残る部分の旅行記を出版した。当時ほとんど知られていなかったペルシアに関する旅行記は当時大きな反響を呼んだ。1711年、君爵氏シャルダン殿のペルシアと東方諸地域への旅。ありがとうございます。